なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。雲ですか、何か、202、神、203、神外魔境、朗読を始めます。雲ですか、何か、202、神、スキルを還元します。ステータスを還元します。称号を還元します。スキルポイントを還元します。経験値を還元します。 D 金星神の基本講座をインストールします。神化を終了します。これ以降システムサポートを一切受けられません。ご利用ありがとうございました。ゆっくりと自分の中で変化が起こる。それは今までの進化とは根本的に違う神化という現象。システムによって保証された強さを失い、自分の力のみで世界に再誕する。代わりにシステムによって制限されていた強さが解放されたことも意味する。雑多になった私の魂が私の意志でゆっくりと混ざり合っていく。並列意志というスキルで分割されていた私の魂が再び一つにまとまる。クイーンや魔王の一部の魂、経験値によって得たもの、それら不純物をゆっくりと消化し、私として吸収していく。それは今まで雑に継ぎはぎしていた状態ではなく、しっかりと本当の意味での吸収。それらがすべて済み、不純物をなくした本当の私に生まれ変わる。そして、私の意識は深い眠りから浮上した。目を開ける。視界に飛び込んできたのは白い壁。一言で言うと繭みたいなものだった。触ってみるとパラッと溶けて、崩れていく。どうやらこれは私の意図でできていたらしい。無意識のうちに繭にこもっていたっぽい。繭が溶けると、そこは気を失ったのと同じ、地下の施設の中だった。繭の中から立ち上がる。あれ?なんかおかしいと思ったら、二足歩行してらぁ。神化した影響かな?土魔法の延長みたいな感じで、鏡を捜索する。出来上がった鏡に映った姿を見る。上半身はあんまり変わらず、ただ目が異様なことになっていた。赤い瞳の中にさらに4つの小さな瞳がある。なんじゃいこりゃ。一つ一つを動かしてみる。思い通りに動く。そして鏡に映った目の中でいくつもの小さな瞳がぐりぐりと動き回る。キモい。普段はこれ目を閉じていよう。どうせ投資とか使えば目を閉じてても変わらんし、目のことは置いておいて、問題は下半身だ。今までの雲型から完全な人型になっている。これはこれでありだと思うけど、ずっと雲として生きてきたのに、それがなくなるとなんだか寂しい。と思っていたら、カシュって感じで下半身が割れた。割れたっていうか、変化した。2本だった足が8本になり、今まで通りの雲型が出現した。ただし、目はなくなっている。意識するとまた2本足に戻る。可変式らしい。変形機能搭載とは、やるじゃん私。面白がって変身を繰り返していたら、横から呆れたような声がした。いつまで遊んでいるのだ?ハロー、ギュリギュリ。どうやら、本当に神の意にまで登り詰めたようだな。この短期間でそれを成してしまうとは、全く呆れる。いやあ、それほどでもあるかな。しかし、どうしよう。私、神になってもコミュ障なんで、会話ができないんですけど。ぽとりと、スマホが落ちた。もしもし、みんな大好きジャシンディです。出たよ。最悪の愉快犯目。神化して全部わかった。こいつ性格最悪だわ。どうやら雲が神へと至ったようで、おめでとうございます。ついでに言うと神になってしまったので、私は雲の思考を読み取れなくなっているので、そのつもりで。マジで?よっしゃ。これで人権侵害が減るぜ 100%。 あ、でも、神の基本講座とかいうのは非常に助かりました。ありがとう。神の基本講座にはその名の通り神に関する基本的な知識があった。これで神デビューしたての私も一旦の神を名乗れるわけです。D、あなたが手引きしたのですか?ほんの些細な手助けはしましたが、
神へと至ったのは彼女自身の力です。私は特に何もしていません。はい、嘘。この野郎、めっちゃ干渉してたくせに平然と嘘こきおった。嘘ではありませんよ。私は本当に些細なことしかしていません。生きるだけでも大変だったでしょうし、そこから神へと至るなど私の想像以上です。だからこそ面白いのですが。え？思考は読めないんじゃなかったの？読めませんが、予想くらいできます。なんてこった。ところで、服くらい着たらどうですか？あ、そうだった。私今マッパでした。糸を使って服を生成。下着をつけて、上はローブっぽい服を作った。下半身がヒラヒラしてるから雲型にも即座に変身できる。白いですね。もう少し飾りません。めんどい。着色くらいできるだろうけど、糸を出すとデフォルトが白色なんだもんよ。女の子なんですからファッションに気を使わないと損ですよ。めんどい。ファッション云々はどうでもいいとして、これからどうするのだ？そうだね。ぶっちゃけ紙になるって目標は偶然だけど、達成しちゃったわけだ。つまり、管理者と同等。かといって、ぐりぐりに戦いを挑んでも多分勝てないけどね。同格でも生きてきた長さが違うし、蓄積された経験が違う。鑑定は、できない。私はもうシステムの枠から外れた存在。スキルの力をすべて元の魂の力に変換し、吸収してしまった。だからスキルは使えない。まあ、スキルに似たことは魔術で再現できるけど。鑑定はシステムとの親和性が強いから、一回システムにハッキングしてからじゃないとできないだろうね。そういうわけで、私は今の自分の強さがどんなもんなのかいまいちよくわからない。もっとも、システムから脱却したことによって、システムの中の存在とは比べ物にならないくらい強くなったのは確かだ。これで魔王が来ても勝てるぜ、百風。その話、私も混ぜてくれないかな。そう思っていたら本当に魔王が現れた。203、人外魔境。やあやあ、神聖魔王少女アリエルちゃん参上。おい、誰か突っ込んでやるよ。スマホ、無言。ギュリギュリ、そっと目を背ける。私、見なかったことにしよう。あれ、滑った。はい。第5系です。やっべー、これ、やっべーすわ。魔王様ちょっと予想以上に残念なことになってんですけど、どう責任取るつもりっすか？私、ノーノーノー。私関係ないよ。無罪だよ。おい、どうするのだあれは。ギュリギュリさん、私に聞かないでおくれ。そして D、なんか言え。あれ？どうしてかな？なんか登場しただけですごい失礼な扱いされてる気がするぞ。シーン。もういい。もう喋るな。貴様が喋るだけで私の中の何かが悲しみを訴えてくる。ひどくね。ひどいのは貴様だ。膝からがっくりと脱力し、がっくりしだすギュリギュリ。ちょっとマジで泣いてない。まあ、窮地の中の子がこんな残念な感じに変貌してしまったら、ねえ。気持ちはわからなくもない。一人うんうんと納得していると、復活したギュリギュリが頭をわしづかみにしてくる。ちょ、痛い痛い。元はといえば貴様のしでかしたことだろう。この責任、どう取るつもりだ？ギブギブ。責任たってどうにもできないって。いや、グリエ何気に今の私のこと全否定してない。そんなことはない。ただ予想以上の残念さ加減に少し取り乱しただけだ。もうちょっとオブラートに包んでくれると嬉しいんだけど。オブラートに包んだ結果が今の弦だ。ひどくね。ポイッと捨てられる私。グフッ。思いっきり顔面こすった。痛え。ああ、自動回復しないから手動で回復しなきゃ。で、貴様は何をしに来たのだ？いやあ、そこの雲ちゃんと仲直りしようかなと。へえ。ああ、そういえば前会った時に教頭がどうのって話してたっけ？ああ、あれはエルロー大迷宮にいたクイーンとしての記憶か。あの時は神化が始まっちゃったから中途半端に魔王との会話が終わっちゃったからな。あれ？そういえばなんで魔王がここにいるんだろう？
エルロー大迷宮からこの地下施設まではだいぶ距離があったはずだけど、転移でも覚えたのかな。あの後クイーンの体がどうなったのかも気になるな。ああ、半分同じものだったとはいえ、こうして実物と相対してみると、何考えてんだかわかんないわ。失礼な。私は常に色々と難しい考察を重ねているのだよ。クモの思考その1、どうして魔王がここにいるんだろう。おーい、D、あんた本当に私の心読めてないんでしょうね。本当は読めてるんじゃねえのかこれ。どういうこと。クモの士官ではエルロー大迷宮でクイーン隊として会話をしたのが最後ですが、その後目覚めたら遠く離れたここに魔王が現れたのが不思議なようです。え、ああ、目覚めたばっかなんだ。ああ、ついさっきな。クモちゃん、私がエルロー大迷宮でクイーンと会話したのはもう47日前だよ。何ですと？マジで？ということは、神化にそれだけ時間がかかったってこと？おう。進化の日じゃねえ。ところで、こうやって私が会話をするのは初めてですね。はじめまして、D 様、今代の魔王を務めさせていただいておりますサリエルと申します。はじめまして、もっとも、二度目があるかはわかりませんが。うん。魔王と D って会ったことなかったの？思考その2、クイーンの体はどうなったんだろう？思考その3、D と魔王は初対面だったのか？うん。あんた絶対思考読めてるだろ？そうだね。クイーンはあの後一応生きてるよ。ただし魂の抜け殻みたいなものだから、生きてるだけって感じだけどね。代替となる魂でもぶっ込めば使えるんじゃない？ほう。てっきり死んじゃうもんだと思ってたけど、生きてるのか。この星で D と出会ったことがあるのは私だけだ。サリエルですら出会ったことはない。ちなみにその時の彼は生まれたての小鹿のように震えておりました。ギュリギュリが顔をしかめる。ということは、マジなのか。私のような貝の神では、あなたのような高位の神と対面する機会もそうあるものではないのですよ。え、D ってマジもんでかなり偉い神様なの？てっきり頭いかれたパッパラパー狂信かと思ってた。天中。ごはぐおー。何されたのかは不明だけど、とんでもないダメージを受けたことは確実。超痛い。どこがって言われてもどこが痛いのかわかんなくて困るけど、どっかが超痛い。何これ？これが神の攻撃ってやつか。恐ろしい。なんでこの娘は突然のた打ち回ってるの？頭が残念なパッパラパーだから仕方がないのです。おい。何納得した顔してんのさ残念魔王。話が全く進まんな。そうだね。そろそろ真面目な話がしたいんだけど、クモちゃん的には私と仲直りしてくれない？いやいや。できればそれで OK ですとも。もともと私が魔王に喧嘩売ったのは、いずれ眷属支配のスキルで支配されるかもしれないって考えたからだし。外道無効があったけど、精神に変化がある程度には影響があったしね。神化して魂のつながりが完全になくなった上、力でも私の方が上回った今、無理して争おうとは思わない。というわけで、首を縦に振って肯定する。イエスってことね。じゃあ、もう一歩踏み込んで、私と共闘する気はない。ああ。クイーンとの会話でそんなこと言ってたよね。そうだね。それには首を横に振る。次回は、クモですが、何か、204、チョロ、205、神を従える魔王、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。